はいえー、ではですね、えー、試験日程変更に対応、えー、司法試験を役立つ口実対策ガイド、えー、ガイダンスを始めていきましょう。担当は、レック専任校長長野です。よろしくお願いします。はいえー、それではですね、えー、早速始めていきましょうか、えーと。まず今回のガイダンスはですね、えーまあ、約60分時間取りまして、えーまあ、これからですね、 口実対策を行う、えー、皆さん受験生に向けて、えー、まあ周囲口実試験がですねまあどういうものであるのかとまあそういったところを中心にお話をしていきますで、えー、と基本的にはですね、えー、60分のガイダンスということになりますので、えー、とまず今日はですね、えー、この口実対策につきましてまあ総論と言いますかあのー。 まあ心構えといいますか、まあ、そういった、まずは大枠、えー、そこに特化して話をしまして、でそれ以降ですね、あのもちろん今日もあの、まあ、具体的なサンプルを見ていきますけれども、実際の、まあ、ちょっとここにも書いてありますけれども、えー、最新の過去問ですね、えー、これはまた別途、あの専門の講座を用意してますので、えー、そちらの方で見ていくことにします。 とということで、えー、今日はですね、えー、主に、えー、この平成26年、えー、もう6年前ですか、えー、その問題を参考としまして、まあ、口述対策をやっていきます、まあ、ちなみになんでこれ平成26かといいますと、えー、これ実際私が受けた時ですねでこれからあのその時のこう口述再現も見ていきますけれども、えー、とこれ私の再現ですね まあ実際あのこれぐらい取れてればあの何ら問題がないというところです。でちなみに、あの口述ですね。まあ、点数の付け方っていうのは、まあ、もちろんあの具体的な点数出ますけども、まあ、基本的にはですねあの評価としましてはおおむね、えー、5段階というふうに思ってくれて結構です。まあ、ですからちょっとあの、 ノートですね、えー、書いておきますけれども、えー、と評価ですねあのもちろんですよ、あの実際はあのちゃんとした点数がつくんですけれども、あの現実問題といいますかね、えー、と実際の,あの現実的な評価はあのどういうふうになっているかといいますと,、えー、と、まずですね、 あのプラマイゼロいいですかね、えー、プラマイゼロ、まあ。これは何かって言いますとあの、まあ、突っかかり、引っかかりではあるけども、まあ、とりあえずですね、あのまあ、大抵のところ、えーまあ、答えられない問題もあるけども、あの誘導とか、えー、そういったものがあれば、まあ、一応ですね。 えーまあ、ちゃんと正解については、まあ、たどり着けているとまあ一応それぐらいのものが、まあ、出揃っていれば、えー、プラマイゼロになりますで、えー、そういったですね、えー、特段まあ誘導とかなくてもまあ,あのきれいに進んでいれば、えー、プラス1でものすごくよくできていれば、えー、プラス2です。 まあ基本的にこれ以上は普通はないですね。で逆にあの誘導とかやっても、えー、まあ答えられないという時はマイナス1。で、えー、さらに、えー、相当ですね、えー、でかい水をやらかす。まあいろいろこうなんでしょうねまあ普通はないですけどもまあ途中でですね もうなんかもう黙ってしまって、えー、もう誘導しようが何しようがですねそこから先に進まず、まあ、最後までもうそもそも問題がいかないたどり着かないというふうな場合はマイナス評価、まあ、一応マイナスはですねもっと、えー、マイナス3とかマイナス4とかあのそういったところもあり得ますただまあ基本的にはこの5段階ですということで、えー、まあ普通通りですねやってれば、えー、このプラマインゼロ になるわけですで基本ですねあの普通まあ,あのプラマイゼロつきましてでまあ当然ですねあの民事系と刑事系であの2日間にわたって2問まあ要は2回ですねあの口述やりますけどもあの1つプラマイゼロでもう1つマイナス1でも受かります。ということで。 あの基本的にはですねあの1科目失敗しても何とかなりますので、まあ、そんなに緊張しなくてもいいです。あの要は落とすすための試験じゃないんですよ、まあ、皆さんも重々承知の通り口述、えー、試験のまあ合格率ですね、まあ、これも9割超えてるわけですよね。ということであの普通にも論文に受かって いるる方であるならば、まあ、予備の論文まで受かっている方だったらですねあの普通に、まあ、あの答えられる質問ばかりですのであとは、えー、過剰に、まあ、緊張せず、えー、それで、えー、前日、まあ、ちゃんとよく寝る、まあ、それでですねあとは遅刻をしない、まあ、そういった本当にもう、えー、基本的なところさええー、マスターしていれば気をつけていれば え普通今受かりますので、まあ、とにかくですね、あのリラックスして臨んでください。まあ、なんだかんだでですね、あのー、この時あの私と同期で、えー、予備の口実受けた者も,もいますけども、まあ、何人かいますけどね、まあ、もうほとんど受かってますけども、一人だけですね、あの落ちた人がいまして、まあ、もう、あれですね、緊張でガチガチになって。 まあもうみ見ててですねちょっとやばいんじゃないかぐらいのこう雰囲気でしたけどもまあそうならない限りはですねあの受かりますでただそうは言ってもですねあの緊張するなと言ってもまあもうするものはしょうがないですよねあの私も相当緊張しましたしでまあそもそもこの平常心最低限ですね保って で、試験監督、まあ、実際試験委員とですね、えー、まあ、普通にこう話ができるっていうためには、えー、ある程度慣れておいた方がいいです。まあ、ですから皆さんもですね、あの、口述模試とか、もうさすがに申し込んでますよね。あの、ちゃんと、こう、口述模試、えー、受けて、で、慣れておくと。まあ、実際ですね、えっ、ー、と、この、 過去問とか、まあ、この口述試験対策講座とかですね、えー、そういうのでまあ配ったりもしてますし、あとは実際、口述もしとかでもですね、あの練習もできますし、あとは、えー、練習した後、まあできればなんですけども、あの、爆発を踏むっていうのが一番いいので、過去問素材として、えー、受験仲間、まあ、2、3人ぐらい集まってですね、えー、それで実際に、 シミュレーションやってそれであの慣れておくのが一番いいです1回やる2回やるっていうところであの本当も全然違いますんでいいですかねであとですねえとまあちょっとまずあの今試験のところを話をしましたんでえちょっとまあそこからあのちょっとずつこう時間を遡って話をしていきますけれどもえとまずですね え試験問題が、ちょっと次のページからですね、ありますが、実際、試験当日、これは当然ですね、朝から、ここに書いてあります、法務省のえ浦安総合センターというところに集められまして、そこでですね、なんでしょうね、体育館みたいなところに入らされて、パイプスでずらっとこう並ぶんですよ。組ごとに えー、もう分かれて、で、えーまあ、何組が、えー、次入ってくださいとか、まあ、ちょっとどんなふうなことになっているかというと,、えー、と、当日の流れですね、当日の,の,の流れは、えー、とまず体育館みたいなですねあのフロアに集められまして、ちょっと書いておきますね。えー、とまずですね、あの体育館のようなというところで、まあ、ちょっと丸体と書いておきましょうか。 あの体育館みたいなもうわーっとでかめのところにまあ全員集まってえそこでまあパイプエスで組ごとにあのずらっとこう列作って並びますでえ時間が来ましたらえ各組ごとにですねあのそれぞれえ個別に分かれてえ待機場所に移りますまあちょっともう略字で書きますね待機場所。 に移っていきますでそこで、えー、そこから一人一人、まあ、実際のですね、まあ、面談といいますか、えー、実際の試験を受けます、まあ、ですからこの待機場所っていうのはあの、まあ、各試験室、まあ、試験室がいっぱいありますんで、えー、そこの前の待機場所ですねで終わりましたら また今度、えー、でかい、控え室がありますんで、えー、そこに、えー、みんなが終わるまで待機と。まあ、なんであの、試験終わっても帰れないかっていいますと、まあ、当然、試験問題の漏洩が懸念されるからですよね。不正行為の恐れがあるからです。えー、ということで、えー、と当然ですね、まあ、体育館に入った段階、集められた段階で、 えまあそれなりに緊張しますしでさらにこの待機場所でものすごいもう緊張もう最悪の状態ですよね。で、えー、試験終わって、えー、控え室に入ってもう当然終わってるんですけどもまあ私が受けた時はもう、えー、控え室の中ではですね私はもうあれですねなんでこんな答えられなかったんだろうとかですねひたすらもう,こう かの塊と言いますか。もっとこう言っときゃよかったとかですね。あのこんなふうに答えればとか。あのもう本当そういうものでしたね。ただ実際ですね。あの試験の。あの結果ですね。帰ってきたときは、えー、どうだったかと言いますと。あの。一科目はプラス一で。で、もう一科目が、あのプラマイゼロだったんですよ。もちろんこれあの。科目ごとに出るわけじゃなくて。 あの総合得点だけしか来ませんので、まあ、どっちがどっちっていうのは当然分かりませんし、まあ、もちろんですねあの場合によってはあの1科目がマイナス1で、えー、もう1科目はプラス2ってことも当然理論上はまあ,あるわけですけどもまあ再現見てもそれは普通ありえないのでまあ1科目プラマイゼロのもう1科目はプラス1だったんだろうなということです。 まあ予想としましてはねあの刑事系がプラス1で民事系がプラマイゼロなんだろうなということを考えてますまあなのであの民事系が終わった時はですねもう失敗してうわこれ落ちたっていうふうに私は思ってましたまあただ実際のところはそうじゃなかったとプラマイゼロとえということでえっと皆さんですね えまず、これから口実対策をする上で、ちょっと今日これから見ていきますけども、大体これぐらいのところができていれば、プラマイゼロで落ち着くんだと、その感覚、まずはあの持っていただいて、それでちょっと自信をつけてください。正直意外とですね、ポロ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 ミスってます。それでもプラマイゼロです。いいですかね。はい。 えーとじゃあですね、えー、とまたもう少し時間をさかのぼっていきますけれども、えーと、体育館に集められる前まで、まあ、当然まああの、建物の外で、まあ、試験会場がですね、開くまで、えー、そこでまあ待機しているわけですけれども、あのまあ、一応注意点ですけどね、この、まあ、地図見りばわかりますけども、 この折り合い総合センターってところは。あの意外とですね、駅から遠いんですよ。あの私はあれでした。行きはタクシー,、えー、帰りは歩きって言ってました。で。あの。まあ、あんまり私も一言言えないんですけども。意外とですね。 行く時と言いますか、もう切羽詰まってると言いますかねこっちはもう何でしょうね一生かけてるわけじゃないですかもう緊張のもう高まりがもう極限ですよねまあそれでもいいからタクシーに行くんですけどもタクシーを降りて、えー、そこからまあ,あの試験会場にまあ本当もう数メートルですけどね結構ビラ配りとか多いんですよねでそれもですねもう緊張高まっているともうイラッとするんですよ、まあ、なので、 えーまあ、とにかくもう,平常心です、ね、もうその辺も全部もう正直気にしないとあとは、えー、と電車で売れやすまで行くと思いますけども、まあ、当然朝行くじゃないですかで口述試験って、まあ、土日ですよねでそうするとですねあの,のいいあ,ですあの電車の中大体あれですよ電車の中はもう この世の終わりみたいな顔をして「六歩」を読み込んでるスーツ姿の受験生それとあのディズニーランドにあのなんかですねこうふわふわ行ってるカップルしかないんですよそれだけなんですよ電車乗ってんのは正直まあなのであの若干ですねこう、まあ、その辺もですね気になる方は気になるのでまあその辺もあらかじめ含み置きと言いますか、まあ、そういうもんだと思ってください。 で、えー、と今、ですねちょっと日程の話もしましたので、まあ、ちょっともうまとめて話をしておきますとちょっと皆さん、今年はですねもう運が悪かったと言いますかこればっかりどうしようもない話ですけどもあの試験日程がもうだいぶ変わりましたよね。まあ、試験のスパンですね。あの8月、10月、えー、年明け1月。 でえー、これがまあ5月もともとがですね試験延期前は、えー、5月7月10月というところであの基本的なスパンどれぐらい間隔空いてるかってところは、まあ、そう大きくは変わってはないんですけどもまあ試験がまあ日程変わったことによってだいぶこう。 受験計画が狂ったと言いますか、まあ実際ですねあのもともとはこの紅日をまあ10月に終えて、まあ、そこからまあ発表を受けてでそこからまあ翌年の,あの司法試験っていう流れなんでまあそれなりに時間があったかと思うんですけどもまあおそらくですね、えー、今年、まあ、へあのまあ厳密は来年ですけども えー、令和3年の場合ですと司法試験ですと、まあ、おそらく、まあ、1 0十0ドルというか、えー、5月になされるでしょうからよほどコロナがやばくならない限りですね、えー、そうすると今度1月末で口実を終えてそっから5月に択一なわけですまあ択一と言いますかあの、まあ、実際ですね試験が実施されると司法試験が。 ということであの時間がですね結構きついですよね。というわけで従前とちょっとこのまあ試験に対する感覚といいますか、えー、そこはずれるというふうにも思っておいた方がいいです。まあ、なので、えー、この口述ですねもうそれが終わったらもう直ちに、えー、司法試験の学習に切り替えると。 もうちゃんと論文書いて、えー、卓逸も解いてということです。で、ただ、えー、今年はですね、本当にもうタイトですので論文中心にした方がいいでしょうね。あの幸い皆さんはあの卓逸はもうあの予備の時に散々やりまくっていまして、でまあデータから見ましても、えー、予備に受かっている方で卓逸落ちになる方っていうのはまあもうパーセンテージとしてはもうごくごく稀ですよね。 まあなので、えー、口述後ですね。えー、口述後は、えー、論文の学習に、えー、もう持ってる時間ですね、えー。ほとんどつぎ込むというふうに勉強してください。で、あとは、えー、この口述に対するまあ心構えですけれども、あの、意外とですね、口述でやったことっていうのは、まあ、 当然この、まあ、民事実務基礎、あの刑事実務基礎ですけども、あの民訴、刑訴、特に刑訴ですね、刑訴のところで、えー、だいぶ生きてきます、あの司法試験でも。まあ、なので、えー、司法試験対策になるんだということを理解した上で、えー、その上でちゃんと勉強してください。で、実際ですね、あのよく出るところとしましては、えー、例えば刑訴の方ですと、 令状の効果が及ぶ範囲とかあとは、えー、刑法なんかでもですね、まあ、当然あの刑事実務基礎につきましては、えー、これは刑法と刑相合算したものになりますけどもあの刑法のこう最新判例とか重要判例とか、えー、そこがですね口実で聞かれることって結構あるんですよ、まあ、過去問とか見てましても。えー、ということで、えー、皆さんの試験対策としましては まあ、それと司法試験の論文対策、まあ、もう両方同時ですねそれを行うんだという心構えでやってくださいあのまあ実際どういう感覚でやればいいかと言いますと持ち時間ゼロの論文試験対策という感じですね持ち時間ゼロの 論文対策でそれでもう聞かれた瞬間ですね、えー、答えを出すとはい、えー、じゃあちょっとあんまりですね、えー、総論ばっかり話をしていてもちょっと時間がなくなりますので、えー、実際に、えー、どんな問題が出てでそれに対して、えー、どういうところまでやれば、えー、プラマイゼロで、えー、無事折り返すことができるのかというところをちょっと確認しましょうか えではですね、えー、レジュメの7ページ開いてください。ちょっと順番入れ替えまして、えー、民事系の方から見ていきます。はい、えー、よろしいですかね。 でえー、とまずこれ、あの実際、私の再現なんですけども、えー、とまず、当日ですね、えー、待機場所、まあ、試験室前の待機場所、えー、そこでまあ番号を呼ばれますんで、えー、そこからノックして、えー、それで、えー、まあ向こうが、はい、どうぞと言われますんで、えー、だからドア開けて入っていきます。で、えー、何室何番ですと。 ということでまあ一言言ってまあそしたら主査の方がですねじゃあ座ってくださいということになりますんででまあ普通に座っていくとでここからですね、えー、まずえー、まあ年のことによって、まあ、当然内容にはあの変化がありますけどもまあおねですね民事系の場合は、えー、この事案を まあ概略を説明した、えー、パネルが与えられまして、えー、それに基づいて答えていくというのがあのかなり多いんですで実際ですねこれ、えー、カードが2枚置いてありまして、えー、まず事例一をめくってくださいということが試験官から指示されますで、えー、これめくりますと、えー、まず当事者としまして ABC で弁護士が P で弁護士 Q と。 いいうふうふに書いてあるパネルと、まあ、当然まあこれだけだとあの何のことか分かりませんので、えー、主さんがですね、えー、これについての説明をすると。であのここですね私結構あの、まあ、まあ結構と言いますかあの毎年毎年ですね、えー、口述模試、まあ、担当してますけどもまず、あ、このパネルの えー、説明ここでですね事案を勘違いする人って結構います。まあ要は人物関係取り違えですね。でこれ本当もったいないです。あのー、さっきも言いましたけども予備の論文まあ予備の卓逸、えー、受かっている方はですね当然知識はあるんですよ。 でどこで失敗するかっていうと、まあ、緊張のあまり人物関係を取れ違えたりとか、えー、話を聞き漏らしたりとか、えー、そんなんです。でちょっとまあ一人極端な例ですけどもあの去年ですねあの口述模試にいらっしゃった方で、まあ、模試なんでそんな緊張しなくてもいいと思うんですけどもやっぱりもともと緊張しやすいタイプの方のようであの 事案のですねもうこの時点で3回ぐらい聞き直されてでようやく先に進んだ人がいたんですよ。でそれ何がまずいかって言いますとあのここでもう3回喋ったってことはあの試験時間はですねここにある通り、まり、あ、20分とか25分とか、えー、もう決まってますんでこの人を延長しようとかですねそんなんできませんからあのあんまり聞き返しますと。 質問が最後までいかないんですよ。で用意されている質問がですね最後までいかないってことは主査が聞くことができなかった質問っていうのはあの無回答要は、えー、回答できなかった要は間違っていたことと同じ扱いになっちゃうんですよね。点数0点数です。なのであのテンポよく答えていくっていうのも。 えー、講述試験では非常にに大事ななことになりますですから1問1個の問題について長々長々喋らないとあの本当も一1問1答の形になるように注意をしてください、はいえー、じゃあ、えー、今回の問題ですねえー、主査の方から、えー、まず事案の進めをするとえー、A が B に「 修理のため預けておいた壺これを B が勝手に C に売ってしまって今 C が占有していると。であなたが A の代理人 P だとして C に対してはどういう訴訟を提起しますかと。まあ割とシンプルですよね。まあ当然 えまあこの時の私の考えとしましてはえ壺を勝手に売られたわけで今 C が持っているわけなんでまあ当然普通に考えたら A としてはえこの壺を取り返したいんだろうなと。ということでえ答えとしてはこれですね。A と C の間にはまあ契約関係もないので所有権に基づいて引き渡しの請求を行う。 でえー、これに対して、えー、主査がですね、それだけですかって質問してくるんですよね、えー。他に何か請求できるものはないのかと。でもうここでですね、もう私これでもうベスト回答だと思ってるんで、もう若干パニックになってるんですよ。ただでさえ緊張してますから、第一問目で。で、それでも答えとしては、えー、C がですね、えー、まあ、仮にこの訴訟をやったとして、 えー、その継続中に都合処分すると執行、まあ、できなくなっちゃうんで保全の申し立ても合わせて、まあ、行うかなっていうところを、えー、しどろもどろになりながら喋ると。でそうすると今度主婦の方が「いや今売ったの話だから保全は後にしろ」っていうことを言ってくるんですよね。でここでもう全く分かんなくなりましてもう初っぱなから沈黙するんですよ。 でそこでようやく、えー、誘導です、えー。壺回収できなかったらどうするのとでそこで、えー、回収できない以上はもう金銭しかないんで代償請求と。で正直これですね私いまだにこれあの主査の方の誘導というか主査の方の聞き方が下手なんじゃないかっていまだに思ってるんですけどね5年経ちましたけども。 要しょっぱなから,です、ね、っからあのどういう訴訟を提起しますかって問いに対していきなりですよ普通はもう俺こう所有権に基づく、まあ、壺の返還請求って話じゃないですか。で最初からもしこれが駄目だったら代償請求しますってところまで話が進むかっていうと多分それいかないと思うんですよねいまだに。 まあだからこれ誘導が下手だったんじゃないかってしかもちょっと私としては今思えないんですけどもいまさにですねまあただちょっとここまでに至るまでに結構時間食っちゃってるんですよでただまあ誘導してくれてるんで、えー、ここでじゃあ次ですねじゃあ大正正規の訴訟物はとで、えー、これ まあ不当利得とかですね言い始めてもうここでもパニックですね。つまりもう正直もう冷や汗というかもう帰りたいと思ってるんですけども。でそこでも不当利得っていうのを言われるんで、で正直ここです私あのなんかサクッと答えているようにこの流れですね、えー、見えますけども不当利得 って言われた後に本当はですすねこれも若干沈黙してるんですよでよ、えー、見るに見かねた試験委員の方がですね「えー、不当り得?」って答えた後にあのに「不法」まで言ってくれるんですよね。でそしたらまあ不法行為っていうことになったんですけども。であとは、えーまあ、具体的にはところで、まあ、所有権侵害が原因とする不法行為と。 でここまでで結構時間食っちゃってるんですよね。まあ、正直もうあのパニック状態です。でここから先がまあなんとか立て直ったと。えー、まあじゃあ壺の引き渡し請求と代償請求を併合するならばどういう形態になるのかと。でまあこれも覚えてるね単純併合と。で理由ですね。まあここはもうあの請求が両立するんで。 予備的ではないし、まあいずれか一方というわけでもないので、選択併合でもないと。で、大体ですね、あの。まあ、今回のここは。まあ、若干ちょっとこれ、私、あの。結論だけしか。答えられてませんけども。まあ、大体ここぐらいまで。言うとですね。あとはこれ、主査の方で。まあ、そんな感じだねと。 え将来と現在でえ両立するからねというところで、こうまあ多少こうまあ助け胸と言いますかえ補ってこうフォローしてくれてますよね。で一応こういうふうにあの口述試験のこう試験官よっぽどのことがない限りはあのすごく優しいです。大体周りの こうまあ、一緒に受けたあの同じ受験生に聞いてもですねあの大体もう試験員の方はみんなまあ優しかったっては言いますよねあの無駄な圧迫と言いますかあのそれこそ何でしょうねあの一時期の就職面接みたいないわゆる圧迫面接っていうのはないです聞いたことないですねまあなのでもしもですよあのまあ皆さんが圧迫面接って感じたならば えー、それは皆さんがなんかやばい方向になんか質問が進ん、まあ、回答がですね進んじゃってると思った方がいいです。もうとにかくもう誘導されたらそこに乗っかるといいですかね。でちなみにあのまあこれも覚えてほしいんですけどもひっかけのの誘導っていうのはないですまあ例えばあの、まあ、この辺ですけどもあの 将来と現在で両立するからまあそんな感じなんだよねって言われたら分かんなくても「はい」っていうのがえ無難です。要は主査の方が誘導しといてこうだよねって言われて「はい」って言ったら「いやそんなことないよ実は違うよ」とかですねあのそれはありませんので誘導されたらもう助けてくれたんだっていうのでえそれに乗っかってください。 で次ですけども、えー、所有権に基づく返還請求の要件事実を言ってみてと。で、あの要件事実はあの必ずと言っていいほど、えー、毎年聞かれますんで、もう何でもいいです。あのまあ、別に30項でも、あのお隠しマニュアルでも、あと何でもいいですから、あのとにかくメジャーどころの、えー、要件事実ですね。 そ、まあ、それこ所有権に基づく返還請求とかもう典型中の典型じゃないですか、えー、そういったところは全部あの覚えてくださいで要件実をちゃんと覚えておきますとあの民法の、まあ、実際こう司法試験でですね民法の答案書いたりするときにあとはちょっとあの前の方に遡りますけども、えー、訴訟物ですね これも民主党の答案を書くときにものすごく役に立ちます。あの本当にもう口述であることはですね、すべて司法試験に直結しますから、必ずあのかなり細かいと思うところでもちゃんとやっておいてください。はいえー、じゃあ次です。あとちょっとここであの細かいんですけども、 これ私の答え方ですね。所有権に基づく返還請求の要件。で、えー、これ、A が壺を所有していることと、壺を占有していることとありますけども、これ、間違ってますよね、私。A が壺を所有していること。これが正しいわけです。で、結構細かい言い間違いと言いますかね。あの、そこも、 あの試験を普通見,あの見逃さないと言いとだってこれも間違いなんでまあなので、えー、まあちょっとした言い間違いだっていうのはこれ通用しませんからあの試験の場ではあの必ず、えー、特に要件事実みたいにあの正解が一つに決まってるものにつきましてはもうあのきっちりと間違えずに答えてください、まあ、特にもう要件事実はほとんどもう 会社の余地がほとんどない世界ですからね合ってるか間違ってるかっていうのがあのものすごく分かりやすいところですから、はいえー、じゃあ次ですで今度は「えー、保全」ですけどもであの民事的には本当のも「保全」も出ますね まあ今日はですね、あのガイダンスですので、あのまあ、この年度だけちょっと話をしますけども、あの必ず過去問とかを見て、こういうところ聞かれたってところは、本試験まで全部潰してください。あの過去問を見ればわかりますけども、もう大体ですね、あの毎年毎年、本当にもう同じようなところが繰り返し繰り返し聞かれてますんで、えー、保全は必須です。 でちなみに、えー、私これほても間違ってますね思いっきり、えー、まあ処分を禁ずる仮処分をって言ってそしたらもう主査がすぐうんーってことになりますんでそしたらこっちでみたいなで基本あの一回ミスって言い直すっていうのでは、えー、プラマイゼロですあの限定なりませんからでやっちゃいけないのはあの例えばこういう えー、保全はどういう申し立てになるっていう質問に対して、まあ、処分禁止なのか占有権禁止なのかっていうところどっちかなっていうところで迷って沈黙がが続くあのこれが一番ダメです言いさえすれば、えー、すぐ向こうがもう事実上答え言ってくるぐらいのレベルであのすぐ修正してくれますんで逆に沈黙で時間が過ぎてしまってあの 質問が最後までいかないと0点じゃないですかその分ああの最後までいかないと全体が0点じゃなくてその聞けなかった質問が0点って意味ですよ1問目で何点2問目で何点3問目で何点みたいなずっと積み重なっていきますけども聞くことができなかった質問については、えー、その質問については0点になります だからとにかくもうポン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 何か言うのが大事なんですいいですかねであとはその理由づけ、まあ、当然先入点されてしまうと執行できなくなるからとでまた、えー、今度は新しいカードの方に移りまして事案の説明です、えー、今度は C ですね 要は B から買った人、えー、この Q の立場で質問に答えると、えー、A の主張に対する認否を答えろとでこれも完全に要件事実ですよね、えー、そうすると、えー、自分が喋った要件事実については、えー、ちゃんと覚えておかないといけないとで覚えた上で、えー、所有と占有だったわけです要件事実ということで まあこれ答えることになりますけども今現に壺を占有していることはもう争いようがないので A の所有を否定するしかないわけです。というわけで要件事実的には A の所有をあの否認するで占有についてはもう認めざるをえないと。 はいえー、じゃあ次です。えー、じゃあこの C 側の公弁としては何が考えられるのかと。で即位取得で他にはと。でそこで、えー、このあたりですねあの結構こう私いろいろ言われるんですけども、まあ、ちょっと若干この辺ですね。ちょっとやりとりがあって。 まあ綺麗にこう再現できてないんですけどもあの私ここですね、まあ、またここでもあの沈黙になってましてで A と B の関係ではと。でここであの一回私ごく人物関係勘違いしてたんですよね。でそこで A が B に大仏弁済したということについて所有権喪失の抗弁と。 でそっからだいぶスペンサの要件事実ってところに流れますで、えー、ちょっとここで注意してほしいところあのみあの皆さんに伝えたいところとしましては私結構ですねあの予備の口述に向けて相当勉強したんですよ。まあ、要はあの、まあ、発表終わってからですね論文の発表があってからこう口述受けるまで大体の時間ずっと口述対がやってましたね。 もう本当条文あのきっちり読み込んで、まあ、それこそですねあの民事、まあ、保全もちゃんと頑張りましたしあとそれこそあの刑事とかでもですねあの後半戦整理手続きの流れとか全部覚えたりとかですね条文までちゃんとピックアップしたりとかあの相当やったんですけどもそれでもミスるんですよね。本本当本番怖いいと言いますかあの緊張状態のの人間ってのは 相当パワーダウンするんですよ。まあなので、あのみんな同じなんだよ結局のところは。要はあのみんな同じようにあのミスりますんでこう、自分がちょっとミスったと思ってもあのまあ自暴自棄ならずですね。えー、それで、もう何とか、えー、目の前のお質問にもうすぐ答えて。 間違ったらすぐ誘導がかかってきますんで,でその誘導に乗っかって修正していくとまあそれの繰り返しですねはいえじゃあまた今度「ダイブ・スペンサーの要件事実」っていうところに流れましてでここもかなり細かいですねあの要件事実に関する問題はほんと細かいですちょっとした言い回しでも。 まあちょっとこれ見ておきますと、えー、大仏弁んの要件事実を言ってくださいという質問に対して答えがですね、A が B に債務を負っていること、えー、債務の代わりに粒を引き渡すことを訳したこと、で、実際に引き渡しをしたことと。で、私はまあこの3つ答えて、えー、引き渡しだけなのかと。で、そうすると、まあ、答えとしては一応ここですよね。 単に引き渡すじゃなくて厳密には契約に基づく引き渡し、えー、これが正しいわけです。あと、えー、ここがですねずれるとこですよね。まあ、要は何かというと「大仏弁済主張するのに引き渡しまで言う必要があるのか」と。でここで私はと。 え大仏弁査は養物契約と考えてるので引き渡しても必要だと。でここですね今もあの民法改正で解決しましたけども立法的にこれ平成26年の話なんで、まあ、当然改正民法ないわけですよね。でその当時はあの要件事実の、まあ、皆さん使っていると思いますけどもあの30項という本にこちらが通説だって書いてあったんですよ。 で私それを真に受けたと言いますかね。でそうするとまあ実際これ判例は違ったんですけども判例はですねなんかまあ洋物契約じゃなく学生契約なんだけどもそれでもですね、えー、君はそっちの説で考えるんだねと。いうことでまあすごいあのサクッと納得してくれたんですよね。ということであの口述の。 まあ答え方ですけどもあの一言理由付けあの長く喋っちゃいますとあのまたこうつら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 ですね長くなって時間不足になっちゃいますんであのこれぐらいで結構です十分です一言ポロッと理由をつけた上でえ結論を述べるとそうするとあの試験員の方もですねまあもうこれでスルーするっていう 判断ができたりとか、まあ、もちろん場合によってはあの誘導をかけて,かけてい,ったりいったりとかですね、まあ、そういうふうな判断ができますので一応一言理由をつけるっていうのはす、えー、すごく大事です、はい、あとは次ですね、えー、即時取得で Q が主張すべき要件事実と。 あのまあ売買で壺買ってでそれに基づく引き渡しとでここの基づく引き渡しまあこれはもうさっきの契約に基づく引き渡しのところで突っ込まれたんでまあ前もって説明をしといたとであとはここで主査の方がそれだけって聞いてくるんですけども で私この時は何か揺さぶられてるのかなって思ったんですが結局これ答えてほしかったわけですよね、まあ、要は推定の規定。でまあ186188ここぐらいはまあ有名な条文なのでまあ6本見ずに答えるっていうのは大事ですかね。ちなみに私の時はこれ「複さ」がですね結構あの何でしょうね 私が何かこううーってなってるとなんか福さんも首ひねったりとかあの、さらっと答えられると福さんがうんうんってうなずいたりとかですねあの、結構もうな,なんでしょうねリトマス紙みたいな感じで、えー、結構良かったんですけどもまあ、そういうふうな人もいます。で、では次です、えー。じゃあ次映画は記載してある署名押印はいずれも偽造だと。 いいうふうふに主張しているとで、えー、あなたが Q の立場だとしたら、えー、どういった立証活動をするのかと。で正直これですね「あの署名押印」とかいうふうに言われた段階でもう私としてはもうこれですね二段の推定だなって思ったら全然違ったんですよね。ということでもうここでもまたパニックになります。 でそこで、鑑、え、定、ー、って言ったらですね、えー、主査がなんかものすごい変な顔をしまして、で、六方を見て、えー、そしたらですね、228条で、まあ、要は、えー、文書のですね、まあ、申請の条文、あとはもう、あのー、これ見れば、もう何でも、まあ、できると。 あとはまあこの辺はたまたまロースクールで聞いたことがある話を答えてでそこで、えー、まあしゅとさんが納得してくれてでこの時点でもうちょっと時間終わっちゃったんですよねで本当はですねこの年あのもう一問かなあったんですよだからそれ私は答えられてないの時間不足になっちゃってあの沈黙はなんかちらほらありましたからということであの まあその分は原点といいますか点数がつかなかったってことになります。でまあちょっと結論ですけどもあの正直ですねこれぐらいあのもう沈黙まあちらほらやったりあと間違ったことをちらほら答えたりとかであと人物関係間違ったりとかあの結構ですねまあ今見てもまあ割と崩れてるといいますか。 大丈夫かっていう感じはしますけれどもまあこれはまあ私の再現なんですけどねまあそれでも結構なんだかんだでプラマイゼロでいけたんですよ。というとあのここぐらいまで多少ボロボロになってもですねなんとかなるんですよね。そうするとマイナス1とかで落ち込んじゃってる人は一体何なのかっていうのとなるともうここすら行ってないわけです。というわけで。 よほどですねよほどボロボロになってもう何が何だか分かんないってことにならない限りはあの口実受かるんですよ。というわけでまあ皆さんはですねえ今後の勉強ですけどもまあこれでも受かるんだってことを前提としてまあリラックスしてあの話を進めるといいますかねあの実際の試験の場でもこう答えるようにしてください。 あとは主査があのきれいに誘導してくれますんで、はいえー、以上がですね、えー、当日の様子といいますか、えー、この「口述試験」の内容でしたであとですねあのちょっとまあ今日は「口、えー、述試験」ってこういうもので、えーまあ、心構えとか総論的な大枠を話すというところがこコンセプトなので。 まあ、あんまりそれ以上は突っ込みませんけどもあとは刑事系ですねえー、レジュメの2ページ目以降えー、この刑事系ここまで答えられているとあのプラス1点ってことになりますまあなのでちょうどですねあのどこまで答えたらプラス1で どこまで答えたらプラマイゼロでというところの、まあ、こう判断基準になりますんで、まあ、これもですね、まあ、ちょっと今日はもう時間の関係で割愛しますけどもまああとで見ておいてくださいまあなんだかんだであの口実対策をする上で有意義かなと思っていますであとはあの過去問とあとこの26年の索そうなんですけどもあの出たところは必ずですね 潰してください要は過去問で1回でも出ていれば、えー、そこはまた、えー、繰り返し出るんだと、まあ、実際民事でもですね、えー、訴訟物とかあとまあ要件事実とかあと保全とかもう本当も毎年のように出てますよねあとはまあこの26年のやすで出てませんでしたけどもあの2段の推定とか、えー、そのあたりはもう本当あの必修中の必修です ははいい、えー、いいですかね、はい、じゃああとはちょっと残った時間5分ぐらいありますので、えー、ちょっと今後の勉強について少し補足をしておきますとあの今回はまあ民事系見てわかる通りあとまあちょっとまた刑事系を踏まえて私話をしますけども、えー、基本ですね、えー、一番大事なものは条文ですあの普段見ない条文とかも あの手続き系のものにつきましては、えー、一応認めた方がいいたがです特にあの実体法の関係はですね、まあ、皆さんよくできるんですけどもほっといてもあのそれこそ何でしょうね予備の卓越プロパーでやったような手続き回りここ結構吹っ飛ぶ人多いので、まあ、それこそさっき見ましたあの文書の申請とかですね、えー、そこはちゃんとあの意識して。 勉強しとかなってダメです。あとは最新判例ここからも、えー、結構よく出ますので、まあですからあの重判ですね。まあ過去二年分まあ横を言えば三年分ぐらいは、えー、さらっと置いてください。 あとは過去問です。と、まあ、実際の、まあ、シミュレーションといいますか、えー、模擬面接、まあ、模擬試験ですね、えー、そういったところをやっておいてくれればあとはまあ特に問題はないんでしょう。 でまあちょっとねあの今回は1月末が口実で、えー、そこから司法試験までちょっとまあ時間がだいぶタイトになりますからねあのまあだいぶやりにくいとは思いますけども、まあ、この条文とか判例とか、えー、その辺りはもうあの実際の本番にも司法試験本番にも生きてきますのでもう司法試験対策だと思ってやってください。まあ、ですから あの最新判例ですね、まあ、予備校がいろいろこうれんとかやってくれるじゃないですか、論文の。えー、それにもあの絡めてあのやってるといいんじゃないかと思います。はい、えー、よろしいですかね、ここまで。じゃあ、ですね、えー、ちょうどここまでで時間もきましたので、えー、今回のガイダンスはこれで終了しましょうか。 で本当にもうあの予備試験、えーまあ今年はです、ね、本当にもうあのコロナのおかげで、えー、だいぶ皆さんもですねあの悪影響を受けたと思いますけども、まあ、ただ、あの置かれている状況はですねあの周りの受験生みんな同じですから、えー、ここで変に、えーこう、なんでしょうね、あんまり考えすぎずに、もうみんな同じなんだというところで開き直って、口、え、実、ー、対策やるようにしてください。 はいえではですねえ私から以上ですどうもお疲れ様でした。